羊のような見た目で生まれた彼、その顔の通り陽介と名付けられました。この映画では彼に超長期間密着取材し、その生涯を追いかけます。なんか急に眠気が。なんとか耐えられたな。陽介の趣味は牧場へ行くことです。牧場で牧羊犬と戯れる羊を見るとほのぼのとした気分になります。やっぱ映画館って眠くなる。お疲れでしたね。またお願いします。